こんにちは。歌舞伎ソムリエの奥田健太郎です。えー、この動画を撮っている9月27日、えー、9月の歌舞伎座がめでたく千秋楽を迎える日ですね。さあ、えー、間もなく10月です、えー。10月もいろんな歌舞伎公演がありますけども、まあ、僕ね、うん、とりわけね、個人的に楽しみなのは、国立劇場東京、伊勢温度というね、お芝居の 上演になりますね、うん、これはねあの伊勢神宮の門前町の,あの車ですよね。うんえー、油屋舞台です、まあ。僕地元が名古屋ですからねお伊勢さんっていうのは純地元でもあるわけね、えー、そういう意味でも楽しみ。うんえー、古市のねあの油屋というお店車ですけどもねモデルになった朝吉という旅館がね 今も営業を続けてるんですよね愛の山といいまして伊勢神宮の内宮と下宮のちょうど中間地点にある小高い山のところに今もお風情のある建物が残っております。僕も訪ねたことありますけどもね、えー、伊勢温度もうちょっとしばらくぶりの上演かな、えー、梅玉さんの福岡三木主人公ですね、えーまあ。凄惨な殺しの場面もありますけども非常に。 コミカルなね、えー、やりとりもあったりして、起伏に富んだお話です。10月、国立劇場の伊勢温度、楽しみにしています。